はいやさウクライナの問題いろんなメディアさんがね報道してますよねロシアがね国境付近に侵攻してるとかさ兵士をいくつもね配備してるとかさ戦争が起きるとかさいやまあそうだけど日本とかもさやべえからさ ウクライナみたいにさ日本もさ尖閣とかさ対馬がチョンとかシナにね支配されてるわけでしょそういうことも日本でも全然あるしなんか最近ウクライナ云々言うてますけどいや日本もマジやべえからねっていうのもね思うんですよね。なんか、 ね、報道の比率っていうかもっとそういう日本のことも、まあ、報道してるとこもありますけどなんかそういう日本がやばいっていう部分もねもっとテレビとかね公共の放送でね流してやんないとなかなかねうそういうところに危機感を持ってる日本国民の方はもちろんいると思うんですけど。 なんかねそのウクライナ云々よりも日本もやべえからっていうのを言いたくて、うん、我が日本がねやばいのよ我が日本もっていうのをね思っちゃったけどみんなどう思う、うん、俺はね日本もだいぶやべえと思うけどね。うん